<laughs> まずちょっと簡単に自己紹介をお願いします。<laughs> はい、ありがとうございます。今日ははい、相、はい、図の太子です。よろしくお願いします。お願いします。はい、私はあの和歌山でですね、えー、会社経営をしておりまして、その、えー、会社の方は株式会社グッドライフと申しまして、介護用品とか整骨院、あとエステ、高齢者マンションで給食事業をやっております。 はいで私がここ、えー、父の、えー、会社の関連の会社なんですけれどもこちらを、えー、就任したのが役員で就任したのが15年ぐらい前になります。はい、でそれからずっと今まで、えー、運営しておりましてで、まあ、こ,ここが、ねまあ、父の会社なのでなのでちょっと、えー、数年前にですね自分でこう何か、ねえー、自分の力で 事業を立ち上げたいということで、えー、もうそうですね、8年ぐらい前になりますけれども、うん、SNS のコンサルというところで、えー、8年間やっております。はい、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。まあなんかあのちょっとさらっとプロフィールを聞きましたけども、さらっとですけどもですね、<laughs> すごいですよね。年商何億という売り上げを15年続けているその取締役でありつつ。<laughs> えー、SNS のコンサルトこれ <laughs> 意外とどっちか一本でも大変やと思いますけどもねでしかもその SNS のコンサルをするだけあってやっぱりインスタのフォロワーが2万人いてるというね、はい、これまず驚きですね僕もあの地元だからね大ちゃんと呼ばしてもらってますけども、うん、まあ普通にちょっと飲み会でも一緒にねあの、うん する機会最近多いですからね、はいまあ、いろいろはあの親しく話はさせていただいてますけども多分この全国にもたくさんのクライアントの方々いらっしゃると思いますけどもねど,どんな方がやっぱ多いんですか、まあ、まずはその SNS の方からちょっと聞いていきたいですけどねはい、はいはい、ありがとうございます。SNS の方はももう女性がやっぱり多いんですけれども、うんうん 個人で、えー、起業されてる方とか副業されてる方で、えー、職種でいうとカウンセラーさんとかコーチングの方とかと同じようにコンサルをされてる方とかあとはあのー、個人で、まあ、エステとかをね経営されてる方とかそういった方が、まあ、集客に SNS 使いたいとかそういった方にお伝えしていることが多いです。でやっぱりその今、まあ、SNS 集客っていうのはまあいろいろと皆さん聞いたことはあると思うんですけども、うん、た,たえちゃん自身は今その中でなんか絞ってるもんあるんですかまあインスタやったインスタとかあ<ー>そ,そうでもないなんか全体にこうなんか、うん、えっと SNS まあ今インスタが結構やっぱり多いんですけども、うん、使うことが、うん、はいでもブログとかあと、えっと、TikTok とかもやってるし<ー>はい。<ー> <laughs> あと YouTube とかも、うん、まあたまにですけどやってます。はい。すごいな。この会社も経営というか、はい、経営お父さんのその会社の取締役で、うん、まあ、はい、経営にも携わっていきながら、でも、はい、SNS って言ったらもう自分の個人をバンバン出してるじゃないですか。うんうん、なんかそこのカットとかなかったですか？<laughs> はい、あ、そう初めはねすごいありました。うんあのなんかうんそうですね私そのずっと SNS って初め 初めての時はフェイスブックを使ったんですね。うん、その頃、インスタとか、そんなにあの使っている方もいらっしゃらなかったし。うん、なので、フェイスブックから入ったんですけど、その頃、今みたいにこうバンバン写真撮ったりっていうのが、私の世代っなかったから。うん、うん、うん。めちゃくちゃその。 写真を撮るだけでも緊張緊張っていうかもう顔がおかしいというか <laughs> うんもう今みたいな慣れてないんですよねだからもうそこからですよね最初はもう写真をどうやって自分で上げようかとかういろいろ工夫したりとかあと自分のことをこう知ってもらうために自己開示っていうかしていくうん,、うん、うんそういうのもすごい苦手だったので。 どっかでその殻を破るために自分で自分のことを工夫してこう開示していった感じ、うん、そしたらそうですそうですもう、うん、あの慣、ー、れるしかない,いう感じで、うんうん、初めはちょっとこう無理やりな感じでやってましたね。まあ多分あのね今日のゲストの方のまだインスタとか見てない方はねもし見てなかったら見てください。まままあああびっくりすすると思いますよ <laughs>、まああの 億円,億円を稼ぐ女とかねなんかそういう <laughs> なんかそういうイメージでバーッと喋りだしてで結構辛口な時もあるしそのトークで言ってることあるじゃないですか僕も結構見てるからね非常にでも勉強 <laughs> いやいや勉強になることがねあ,ありますよねたくさんね。 ななんていうかな基丈の理論で、まあ、いろんな本読んだ知識をそのままパーッと喋ってるっていう人もまあね中にはたくさんいらっしゃると思いますけども、うん、あ大ちゃん違うねやっぱ経験いろいろやってきたとそこが強いんちゃうかなと思いますよね。まあ本当にあのー、なんか生まれ持った才能があってバーッと喋っていくような演者を演じきれるような人っていうのはたまに似てるけど、はい、それってなかなか普通できないよね普通の個人の方ってね。うん んとそうですすよね,ねうん難しいと思い思ますやっぱり苦手な人はすごい苦手だからいくらこう慣れだからって言われてもやっぱりそこができない人っていうのもいるのででもそれはあの苦手なとこはもうお苦手で認めてじゃあ文章でやっていこうとかいろいろね、うん、今方法がいっぱいあるので。今ちょっといいヒントをいただきましたけど結局。 てにこななさだからその音っていうかな声質がいい人はもう別に顔出さなくてもいいし顔も出すの嫌やったらブログみたいなその文字で起こすとか今文字を読んでくれる AI も出てきてからねある程度そういういろんなテクノロジーを駆使すればいろいろできると思うんですけどちょっともう最初にもう聞きますけど2万人のフォロワーを作るって。 まずまず持ってですよそれがそうないですか、はい、そろそろなんか <laughs> あのまあきゃは有料級やと思いますけどなんかそういう <laughs> コツみたいなのがあれば <laughs> はいありがとうございます言えるところまでね <laughs> <laughs> うんあのでも私がやった時期というのが2019年で結構、うん、前なんですねでその時期は本当にあの 数の勝負というかで私もそのコンサルをするっていうことインスタのコンサルをするっていうのを念頭に入れてたので、うん、なのでとりあえず数を増やすっていうことにコミットしたんですねでえっとそれが実績になると思ったので自分の中で、うんうん、なのでえっと初めは1万フォロワーを1ヶ月半で達成したんでしょすよ。<laughs> <laughs> は <laughs> はいはい,はい、はいはい、ただ、これはですねうん、うん、ちょっとまあからくりというかあってうん、うん、私がその今言ったようにこう数をあの数にコミットしようっていうそのうん、うん、それを実績に歌おうと思ったからうん、うん、あの目的を持ってやったのでなので結構そのフォロワーさんの中身っていうのはちょっとあのずれてたりするんですね、タ、うん、ーゲットと。 ただ数を集めるっていうところにコミットした。でもその1ヶ月半っていうことがこう実績として出せるからっていうところでえやっていた部分はあります。うんだからもし今から皆さんがやられてこう1万いくとかその数を増やしたいっていうことであればやっぱりですねコツコツと続けるしかなくて。うん、ただ続けた人って本当に私も知ってますけど1年ぐらいもう本当にコツコツとやられていて 1> もう1万入ってる方とかも結構いらっしゃるのでただ辞めてる人の方が多いんですよやっぱり、うんうでね、中で、うんな、うんだから本当に続けるっていうのがめちゃくちゃ大事かなって思います。 あのーまあ、確かにフェイスブックでも何でもそだけど、まあ、5000上限までバーッと数でね、うん、あのフォローをとにかくしまくれというの、うん、そういう時代もありましたよね。うん、でまあそれって何でも新しいものが出てきたらそういうものにこう食いついてやっていってで、うん、やっぱり数今言われた数があればこの人はすごい影響力があるインフルエンサーというやつですねいわゆるね、まあ、そこにやっぱりみんな憧れたりするというねそれもあると思います。 でもまあ今、太地、はい、さんが言うたように、まあ、それはその昔の話でっていうのをちょっとね、うん、話しましたけど、うん、まあこれから始,、ま、始めようとする人は、やっぱりそういう部分に、なんかこう、うんうん マシンで何かをバーッと数を取っていくっうそんな時代でももうないですよね今ね。僕はそう思ってますけどね。いや本当ヒデさんの言ういありもう今数の時代っていうよりやっぱり中身の時代かなっていうところがあってどうだけんかねフォロワーさんが少なくても濃いフォロワーさんがいたら全然そっちの方が結局見ていただけるので。 うんうん、絶対そっちのそうまああの 2>, <laughs> 2万人のフォロワーねいらっしゃる人が、まあ、そういうふうに言うてくれるからまあ間違いないわ <laughs> ということで、まあ、こ今から始める方とか今私って行くもまだまだ誰も見てくれへんのよっていうこの、うん、少ない時ほど落ち込んだりすると思うんでねで、うん、僕はもうなんとなしですけどもあの、うん、僕も、まあ、いろんな方に聞かれるんであの僕は偉そうなことは言えないよ。あの別にであの そういうあのコンサルをしてるわけでもないけど、まあでも、うん、あのまあ総合的なコンサルはしてるんですよあるしょ、ね、うね、んうん。あのメイクのこともそうだけどいろんなことやってますけど、うん、やっぱりちょっと時代の波を読み取る意味で言うと、タイちゃんにちと聞きたいんやけども、はいはい、この SNS でやっててとしても、うん、なんかすごくその今関係性をものすごく重視するという僕がき気がしてて、はい、それを。 がが年間のコロナちょっとけましんか逆に SNS 同士でずっと繋がってて一個も会ってなかった人全く見たこともない人でもそうやけどもそのいちゃんにリアルに会いたいっていう人が今そろそろそんなふうになってるんちゃうかなって僕は想像してるんですよ。 本当でですすねどうか本当おっしゃる通りです。やっぱり特にコロナでつながりっていうことに皆さんもすごく敏感になったと思うんですよね。本当に大事な人とつながろうとか余計なものをそぎ落とすみたいな期間だったと思うんですけどでもだからこそ開けた時にやっぱ本当に会いたい人に会いたいとかつながりたい人ともう 密接にこう関わりたいとかっていうのがやっぱり今傾向としてあるかなと思うので私もリアルでこう会うこともちょっと増えてきました。うんね、はいうそうそうあのちょっとしばらく僕も 知ってはいただけどのなかなか会えなくってんでま僕もその日本女性を元気にする会とは別でリアルの KYC の元気の出る会っていうのねやっててねそこね来てくれて久しぶりにリアルに会いだしたわけですね最近多分やりややりだしたんかなでそこでやっぱりリアルに会うとヒデさんってそんな人やったよねとかね言ってくれたよね。 もうすごい、うん、あの合ってない期間の方が長かったのでずっと前に一度ね何回かちょっとお顔を拝見するぐらいでうん、うん、ちゃんと深い話もせずに印象しかなかったんですよねこう表面的などんな印象やったんな全然言ってよ怖いかったとか何でもねなんかなんか尖ってるとかさ何でもいいんだけどい,やいいですよ全然言ってくれて。<laughs> いやあの怖いとかっていう感じではないんですけどもただなんか近づきがたい感じはしたんですよく言われますでもうちょっと人数も多かったので余計なんか秀さんの過去向かいみたいな感じがすごくしてあのんかちょっとうんそうかそう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 そそううですねあの 昔、元気の出る会、140人とか、そういう規模でやってたんですよ。まあ、いや、異業種交流会みたいなね、今、今でもあるか、そんのぐらいの人数で、月に1回ずっとやってたんですね。で、やっぱり時代を読み取っていくと、SNS と全く一緒なんですよ。リアルでもやっぱり、少人数というか、もう、本当に関係性の深い人だけに、こう、ね、なんか集まりが変わっていきましたよね。 ででその中でこうやっぱり太陽ちゃんに興味を持って今回ゲストどうって言ったのはなぜかというとうその投稿を見ててね、はい、投稿の内容結構今風なことは言ってるんだけど、はい、<laughs> ものすごい億円をの話も出たりいろいろするんだけど <laughs>、はい、言うてる内容がすごくそういうんであのまあ、うんうん、なんか響くかなとかねやっぱり元気を僕はテーマとしては元気やからね。 頑張ってる女性にちょっとでもヒントとか元気を与えたいっていうのでこれやりだしてるんで、うんはい、まあ、まだ結果が出てない人にね対してでもなんか言ってもらえたらなと思って、うん、お呼びしたしまあの次第でございますはい。嬉しいです本当に、うん、ありがとうございます、ね、まあねご覧の皆さんまずそのねあの まあ、僕はお,おじさんやけどさ、まあ、もう還暦のおじさんやけどさ大ち、えー、はもうまだまだ若いそして <laughs> あの2021年に『ミセス・オブ・ザ・イヤー』和歌山大会でね <laughs>、はい、プレシャス部門のグランプリを取られたとね素晴らしいステージ、はい、僕も見させてもらいましたけどね<ー>あまそれもこう取った華々しいなんかこう印象とか、うん、華やかな印象とか、まあ、多分ご覧の皆さん今思うと思うんですよ。うんうん 多分 y o さん見てもらったら分かりますけど、だけど、泥沼の生活もあったんでしょ、<laughs> <laughs> なんか聞くといや本当にいや。なんか逆にそっちのほうが長い気がします、私。なんか、まあ、でも今も別になんかキラキラしてると自分では思ってないんですけど、ただ、なんか本当に、なんていうんですかね、マイナス思考というか、<laughs> 本当に暗い感じで生きてた時代が長かったなって思います、自分で。 ああそうなんやもっと言ってもっと言ってそういうとこ自覚しそういうところがやっぱりねみんな聞き,聞きたいのよねあのあ<ー>裏の世界っていうんかな <laughs> だから僕もそうですね僕も言われますよ <laughs> えー、そんなそんなあったのみたいな、うん、裏話があったなんて言われますけどあーねーあね ささんも,もうずっとなんかこう成功されてるるイメージがあるからいやいやいいいい全然ですよ、うん、本当にねです型大気晩成型型、うん、僕は大気晩成型なんだって言ってててて言言がして今聞いてるつ待機万世になるんやみたいなね <laughs> まあすっ込まれるけどね。うん <laughs> まあ、そうやって頑張ってる時代がある方が、人は幸せかなと思ったりしますよね。うんうん、もうなんかもう頑張らなくていいと思う時間が来た時に、人生つまらなくなるような気がする。はい、ああ、なるほど。うん、うん。まあ、ちょっとぐらいだから、うん、ちょっとぐらい、うん、あの、お金が少ないとか、ちょっとぐらいなんか。ね、あの、うん、いろいろと苦労するとか、うんうん、壁乗り換えなあかんとかっていうのを。そういうのがある方がいいよね。 うん、思ったりし,、うん、してますよ。ごめんなさい、僕の喋って喋ってなかに、ね、さっきの話、僕のことを言ってる中で、ただのその極貧時代を聞きたいわけや。まあ極 <laughs> しかもね、もう子供さんも大きいんでしょ。あ、そうなんですよ。二人娘がねいるんですけど、もう二人とも結婚して、うん、上の子は長女はねあのもうえっ、ー、と去年かな去年、うん、あの。うん 子供ができたので、私おばあちゃんになりました。ええ、うん、<laughs> <laughs> ご覧の皆さん、どうですか。おばあちゃんですって、この本当にね。あの <laughs>、うん、投稿、インスタとか、まあ、いろいろと、この S. N. S. を。この後、うん、まあ、多分、どんな人やろうと、見に行かれると思うけど。そこでは、もう全く生活感ないよね。<laughs> あれ、そういう、わ、わざとそういうふうにしてるわけ、なんか。 SNS のコンサルタントとしての名前として活動して8年ですよね、今。となると僕はどっちかというとプライベートのことも何割か出そうという自分の気持ちでやってるんですよね、仕事ばっかりじゃなくてね、でもいちゃんもそうじゃなくてなんか統一してるよね、そうしてるのそうですね。まあ なんかね、わざとそうしてるかって言ったらちょっと違うかもしれないですけど、うんうん、ただ自分のやっぱりこう見せたいところというか、感じてほしいところっていうのは、うん、強調して出してるかなっていうのはあります。なんかこう自由に 生きてるっていうところを見ていただきたいなっていうのがあって、私自身がもう結構自由に生きるっていうことができなくて、そこをずっとやりたいやりたいっていう願望がすごい若い時にあったんですけど、うんうん、常になんかこう人の目が気になるし、うん、なんかこうやりたいけど抑えてるとか、そういうことがすごい多かったんですけど、もう今はなんかもう人の目っていうより自分が 着たいものを着て、食べたいものを食べてっていう、そういう生活をしようって決めてます。うん、はい。それは、あの、いつぐらいから、ね。うん。だ、なんか、その気持ち変わった理由とか、何かあるんですか、うん。あ、そうですね。うん、一番はやっぱり、病気した時。うん、うん。そこが一番大きかったんですけれども。うん、やっぱり、あの、私、乳がんステージさん。うん っていうふうな診断を5年前にあのもう6年ぐらいになるかな、うん、うん、5年前,前かそうですね2018年だからあ違う2017年かあ違う<お>18年18年ですねうん,うん、うんうん、18年の時にそう言われたんですよねうんなのでえっともう6年目になるんですけど、うん、はいでその時にやっぱりあのステージさんって結構な あのあれなんですよね。けあの転移もしてたし、うんで本当にお医者さんからもうこあんまりこうね。あの軽く考えてたら命に関わるよ。みたいなことも脅されたりとかすごいして。うーん。なんかその時やっぱり。 すごいい向き合ったというか自分のの人生の中で,でこの病気はやっぱり自分がそうやって我慢したりとか、うん、例えば離婚したことであの罪悪感が自分の中であったりとか子供に対してとかあと、まあ、親とかにも迷惑かけたりとかいろんなことにこうあの自分を責めるような感じでずっと生きてたんですね。私ちゃんととしてないとか いい母親じゃないとか、なんかそういうふうに責めていたんですよ、ずっと。そういうのを、あのこの病気で私はこう作ってしまったんだなっていうふうにすごい感じて、でもそうね罪悪感を持って生きても変わらないので、何も現実は。うんそういう生き方はやめたほうがいいっていうふうな気づきがやっぱり病気であったんですよね。 かやっぱ意識だもうじゃかなりそこで、うん、なんかななんか強くものすごく強くなったってことだね大きく言うとそういうことですね、うん、自分の軸ができたというか、うん、そうですねあのー、それまでもなんか、えー、と起業したりとか自分のやりたいこと進んでた気がしてたんですけども自分の中では。 だけど根本的な部分がやっぱり変わってなかったっていうのがあって常にやっぱりこうち私の中では父がすごい大きな存在なのでなんかそこを超えたいみたいなのがすごいあったんですね、はいうん、だから無理やりこう頑張ったりとか、うん、認めてもらおうとかしたりとか、うん、あとは もちろん会社を経営してるので他のスタッフとかその周りの方からやっぱりちゃんとしなきゃとかちゃんと認めてもらわなきゃとかそういうのがすごく大きかったので、うん、こう自分を生きててないっていいいっっうのがすすごいあったと思ま表面的にはうん違うそう見えてないかもしれないですけど自分の心はそう結構、あのー、外に向いてたなっていうのがあります。 自分の心が外にも向いてないというその今のメッセージそうですよね。うん、あのちうちうちう自分の心が外に向いてたっていうことやね今。<laughs> そうその、うん、自分の心が外に向いてるからこそ自分に偽ってることが、うん、病をつくったっていうその流れというね、うん、今言われたんやけど確かに自分のことを考えろということをうん 言うのは簡単やけどなかなかその責任のある時とかい,<や>いろんな会社を引き継ぐとか、えー、そうらなったら、はい、いろんな従業員のことの名もあるやろし、うん、それは自分の <laughs> やりたいことどころでない,ないわけですよね、うん、まあそ,、うん、それをでもその乗り越えて今来られて両方されてみたいな感じで。はい すごいじゃないですか、この相談件数の中でも今、その SNS コンサルタント400人以上されてると、うんで、受講者の方々ね、大きな達成をされてるということで、僕、この今、あの今配信してるところの下の概要欄のところ全部ね、あの内容は、プロフィールのところの貼り付けさせていただいてると思うんで、まあ、それをご覧になっていただけたらと思うんですけど。 LINE の QR コードをピコッと出すんで、はい、これちょっと説明だけと今出しましたんで、<ー>はい、ありがとうございます。はい、LINE 登録していただいたら、一応プレゼントも私してますので、はいあのー、いろんな,なんか、えー、と PDF のファイルとかですね、はい、プレゼントさせていただいているので、ぜひ登録していただけたらと思います。もう一回特定をゆっくりちょっと説明を。あはい。 えっとですね、特典の中身なんですけど、うん、えっとですね、正しい差別化マニュアルっていうのをね、お渡ししてます。うん、あの、うん、やっぱ差別化っていうか、ライバルとね、比べるときに、自分のどこをこう差別化したらいいのかっていうね、うん、そういうのをちょっとお伝えするようなマニュアルをお渡ししてるので、は,い、はい。ぜひ全然活用していただきたいです。そうですね。じゃあ、LINE を登録をするだけで、 このその差別化マニュアル無料のプレゼントというのがあると、うんえー、対象者は女性個人企業のためということは女性の方が対象かなこれ、うん、ですね。男性だとヒデ、まあ、さんみたいにあの女性がクライアントの人とかだったら、うんはい、私もあのいろいろとお伝えすることはできるんですけど大体女性がやっぱり多いですねそうですね。 わかりました、はい、ということであの忘れずにこの今の QR コードをね取っていただいて特典を受け取ってくださいね。よろししくお願いしますということでここでここからちょっと後半ですけども、まあ、あのまず、まあ、今はちょっとお仕事の SNS の話と、まあまあ、子育てをしながらそして、えー、自分の人生を 見つめ直しながら、まあ、今があってこういう風になっていきましたがこの未来未来像っていうんかな自分の中の,の大将はどんな風に考えてるんかなというの意識はもう何の何の打ち合わせもせずにもどんどん聞いていくから僕の。<laughs> <laughs> はいありがとうございます思ったように、はい、言ってくださいはい <laughs>、はい、まあ私本当にあのー、まあ受講生さんとかもたくさんいるんですけれどもまあその方たちがやっぱりあのー、同じようになんて言うんですか、ね、同じステージに立っていただいてで。 一緒にこう楽しんでいきたいんですよね、人生を。うん、なので、えー、まあ、自由にこう人生を選択して、でそして、えーまあ、経済的にも、そして精神的にも豊かになれるような、うんそんな人たちを増やしていきたいっていうのが私の本当に目標でして、うんで それはまあ今、日本の方もたくさんいらっしゃるんですけど、うん、まあ海外に住まれているような女性の起業家さんでもそうなんですけれどもうん、うん、えそういう輪をどんどん広げていきたいなというふうに思っています。 で、その輪を広げていって、その広げたコミュニティとか、その仲間同士でいろんなことをこう作り上げていくみたいなね。そうですね。ね本当に、うん、一緒にこうね、ビジネスをやったりとか。うん、うん、そういうふうにして、どんどん大きくしたいなというふうには思っています、うん。ありがとうございます。なんかいいよね。なんかそういうのって。一人で、無人島で生きてるわけじゃないから、やっぱりこう年齢いけばいくほど思うのは、なんかこう、ね。うん そういう仲間がいてて仲間と一緒にいろんなエネルギーを高めていけるっていうのがなんか,、うん、なんか生きててよかったみたいなねそんな感じはしますよね。<laughs> いやほんとそうですよね。ねうんやっぱり一人でや,や,るやれることっていうのも限られてるし一うん、うん、人だと何も楽しくないというか。<laughs> <laughs> ですよね。うん <laughs> う だからやっぱり同じような志とか同じようなあの感覚を持った人と一緒にこう広げていきたいなっていうのはあります。うん、分かります。あの僕も今そういうなんかな僕が今までやってきた学んできたというかいろいろとこう培ってきたというかいろいろですけど経験してきたこととか、うん、まあそれをこう今言ったように共有できる仲間ができてきてね僕もまあ全国にそういう、うん、まあ今日もしおりさんもね来てくれてるけどやっぱりそういう方々とこう。 なんかこうリアルにあった時って、うん、もうなんか身内とあったような気にだんだんなってくるわけですね最初は全く知らなかった人だけどね,、うん、ねでもそういうふうな,なんかこう関係性をずっとこうねあのー、コミュニティを作ってみんなでこう話できて、うん、悩みも成功も全部共有していけるみたいなね <laughs> <laughs> そうしたらもう強いですわね本当にねそうですよね,ね本当にね。うんうん あとそうしたらね今度せっかくは僕もメイ,メイクのことをやってるじゃないですか。うん、はい。たいちゃんからするとそのまあこのそのミセス・オブ・ダイヤーに出たというきっかけもそうだしそれも聞きたいし、はい、まあその B <あ>ですね外見性とか、うんまあ、そういうことで個人的に思ってることはあれば、うん、はい。あはいありがとうございます。はい。であのー、私ずっとですねあのー、昔。 えっと学生時代なんですけど、あの高校生の時にあの顔面にニキビがすっごいできたんですよ。うんうん、で、それは今思えばストレスだったんですけど、うんうん、なんかもう本当に勉強嫌いだったんですけど、<laughs> もう受験が嫌いで嫌いで、<laughs> すごいもうそこにストレスを感じてしまって、でも結構うちも、あの親はだそんなあのすごい 教,教育、なんて言うんですかね、あの、頭がいいとかじゃないんですけど、子供には期待をするので <laughs>、すごいやらされたんですよね。<ー>うん。だから多分学がないとって思ったんだと思うんですけど、うん。でも、すごいやらされたんですけど、まあ私も、あの、すっごい勉強が嫌いだったので、ものすごいストレスを受けて、<ー>めちゃくちゃもう、本当にね、すごかったんですね。<ー>もう今見たら痛々しいというか、うん。で あのー、それが、やっぱりね、思春期の女の子だったので、めちゃくちゃ悩んだんですよね。うーん。で、そこから、あのー、私がエステをやりたいなって思ったのも、そういうお顔を、の悩みを改善したいとか、コンプレックスをなんとかなくしたいとか、そういうのもずっとその、ニキビって治ったけれども、その後のニキビ跡とかもずっと悩んだので、うん うん本当に外見に関して私コンプレックスしかなかったんですね。うん、でなのであのー、そういったところでやっとエステと自分が出会うことに、まあ、勉強することになって自分の外見もやっと良くなってきたお肌が良くなってきた時にその乳がんになったんですよ。うん<ー>ででそれであのー もう手術で右胸も取っちゃったし、あとはあの抗がん剤をすることでもう外見ボロボロになったんですね。うんだからなんかその時にやっぱり私あの女性ってあのなんていうのかなやっぱり、まあその綺麗とかそういうことよりも自分がこう納得できる外見じゃないともう本当に 悲しいなって、鏡を見るたんびに思ったんですね。なんかこう、すごいやつれてるとか、顔色もすごいくすんでるとか、髪の毛も全部抜けたとか、うんうん、もう全部なんかこう女性として全ての自信を失うような感じの出来事があったので、それでなんかそこに対してもう少し自分にこう手をかけたいっていうのがすごい 出てきててき欲求としもっともっとこう自分をあのー、大事にしたいっていうのもあったし、うん、もっと輝きたいっていうのもあったのでそこで何かこうミセススコンテストっってていうのが目に止まってきたんですねそれまで全然そういうコンテストに興味は全くなかったのに、うん、それでなんかあのー、やってみたいっていうのがすごいきっかけにありました。<ー> いやまあ、そういうのも全く今初めて聞きましたけど <laughs> そうですよね <laughs> あんまり深く誰にも言ってないのでうんそうだからみんな表面的なところをだけをね捉えてしまう例えば、うん、いやあんな,あのなん何か、まあ、変な話ですよコンテストに出てる人って、うん、なんか目立ちたがりやだけやんとかさ <laughs> なんか変にこう歪んで見てる人もいてるんですよこんなとこ私なんか世界違うわみたいな。そのうん す,すごい世界っていうことで見てるんじゃなくてそんなとこ出る世界と違うという、はい、なんかそんなふうに見る人もいてるんですよ変に歪んでそれって何かっていうと結局自分がそのチ,チャレンジでき,なかできないとかっていうことを言い訳にしたりとか、うん、自分がチャレンジする勇気がないとかだけど今みたいにその自分のことをさえちゃんみたいにこう思いっきり なまあ、まあ変な話ガーンと落ち込んだ時のものをバネにして上へ立ち上がって成人に立ったというその経験ってすごい大きいじゃないですか。ねそういうことのために出てるっていうことを聞けばもっと皆さんね、うん、チャレンジしてもいいかなと思ったりするよねいろいろと。うんうん、僕も <laughs> 審査員とかあのいろんなところでやるんやけどもあの大会見てたらまあなんか本当に元気出るよね。 やっぱりそうですよね、うんうん、すごいそのスピーチ聞いてると本当に感動するというか一人一人が本当に思いを持って出てるのですごいなって私も毎回見てて思います。んかあの忘れてしまうがちなこの自分の <laughs>、うん、どんどん心が固まっていく自分にねまた初々しさをねなんかねあるとね思うんですよ。<laughs> 年齢もね僕より上の人とかも出てる人いてるしねすごいんていうかな年齢はいくつになっても変われへんよって僕は言ってる割にね自分の中でもねやっぱりだんだん自分の心を固まる心を緩めてねちょっとでもこうフレッシュにするためにね頑張って刺激をなんか求めてるんですよいろいろとね僕はね。 継続,継続はとても地味なことだけに継続していく時のコツはありますか、うん、というのを聞きましたよ。なるほど,るほどはいありがとうございます。そうですよね本当にここが一番難しいんですよね。うんあのなぜかというとうまくいくものって継続しやすいと思うんですよね。うん、うん、なんか成果が出たりとか反応があるとかうんそうすると嬉しくなるからどん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 継続していくっていう人は多いと思うんですけど。 でも、やっぱ、初め、初めてのこととか、これから一から作りますとか、苦手意識があったりとかすると、やっぱりなかなか反応ってない人の方が多いんですよね。うん。うん、ですぐに収益化できる人も本当に少ないし、うん。だからこそ、あの、続けるってめちゃくちゃメンタルが必要だし、すごくなんか、あの、そこが一番難しい。 から、続けた人だけがやっぱり残っていくっていう、そういう世界なんですけど、一番はでも、あの、その利益だけ見ていると、やっぱりもう表面的なことなので、あの、できないできないになってくるんですけど、やっぱりここが自分のこう使命とか役割とか、なんかそこに気づいたときに、 その表面的なことじゃなくてもう心からやっぱり楽しいとか心からやりたいみたいなのが出てくるのでそれが続けるこうモチベーションになってくるなっていうもう続けないとなっていう感じもそれが自分の、まあ、役割というかやっていくしかないみたいな感じが出てくるかなって思うので、うん、そこだと思います。<laughs> <laughs> いいでですすねどうか、ん、い,い,いいコメント頂い,いてそのコメントにいいメッセージをいただきましたけども,もうまさしく、ね、数字だけ見てたら折れる時あるよね、うん、やっぱりね,ねありますよね。う<対> まあその話のつんにちょっとまあ乗らせてもらうとちょっと情報量がものすごい多いのはもう皆さん分かってると思うんですよ<ー>もう昔の。昔の3年ぐらいのその月日でを過ごしたら<ー>もう30年ぐらい過ぎたぐらいの情報量に今なってるっていうんですね、うん、もうだからすごい情報量ですよね。で,、うん、でその中で、まあ、いろんなものをこう、あのー、情報が入ってくる洪水のように入ってくる中で。うん 見たくないと言っても入ってくるし、うん、こっち側はシャットアウトしてても友達が見せにるとか、いろいろあるじゃないですか <laughs>。<laughs> ありますよね。うん、その中で、やっぱり一番表面ばっかり見てるのは数字とか情報とか、そんなのばっかり見てるから。どうしても焦りが出てくると思うんですよ。S.、うんうん、<S N. S. でもそうですよね。なんかこうパッとこう。一個一個の流れたら、その流れた。その。何のなポイントで見るんじゃなくて、その。 ポイントばっかりで見て結局その自分の過去のいろんなストーリーとか、うん、努力したところの裏を見る、うん、そういう時間すら余裕すらなくなってるそうですね,だか,ねだからそういうばっかり見てるから焦るんちゃうかなとだから継続していく人はそのそこを見つつでも見つつでも自分が今ずっと一歩一歩こうやってきてるところにフォーカスしてるから、うん、大丈夫私はやってきた僕はやってきたというところがやっぱり自信につながれるように。 僕は思うよ、ね、だからう何を言いたいかというと人と比較がが番継続つながると思いますよよ <laughs> 素晴らしいそうですすね比較するからなんか焦るからもうやめとこう、うん、結果出ないからやめとこうになるんで、うん、自分が納得してやってたらねまあ今の言うたら好き、うん、好きでこそやれるとかね、うん、使命があるからやれるとかね。うん うん、たまにあの英語というでしょう,うい。いつもいいこと言ってますよ。<laughs> いやいやいや,いや、たまに、たまに、本当にはい <laughs>、えー。結果がないときは迷子になりますよ。ほらね、やっぱり。うそうなんですよ。<laughs> これしおうさんでも、一個しょうさんにも言う、あの。僕もそうや、よ結果が出ないときに誰でも迷子になりがちなんやけど。うん この間串本のロケット上がった時にあの上がったし、うん、まあ失敗とは言うねみんなが失敗と言ってる中でうん、うん、あのリーダーが言った言葉が良かったじゃない。うん、ね私たちには失敗という言葉はありませんって一つの経験を積んだだけですっていうことですよね。だからこの結果というのも実は結果が出ないって言うけど。うんうん その結果に行き着くまでに何か本当にちっちゃい結果が出てるはずなんですよね、そういうことですよねあ、本当ですこの目標の結果というものに対してね、ゼロかマイナスかって言ったらゼロよりプラスになってるはずなんです向かって、そこの差があるだけでそう見ていくと別に結果出てるんですよちっちゃくでも積み重ねていってるんですようんうんうん はい、僕は喋ってたらあかんわ。<laughs> <laughs> <laughs> 大ちゃん言うてたいじゃんで、ね。<laughs> どう思いますか、この結果が出ないとき迷子になりますの、ね、に、対しなんか言うてください。<laughs> いや、でも本当そうだと思います。あの絶対に誰でもね、そこはうんあの感じますよね、結果が出ないと。 うん、どうしても、あの、落ち込むし、迷子になるっていうのはあるんですけど、でも、あの、やっぱり私もそうですけど、その、えっ、ー、と、うん、結果だけを、結果だけっていうか、その、自分が期待した結果うん、うん、はないかもしれないけれども、でも絶対この、あの、失敗って本当にね、ロケットと同じで、失敗ってやっぱないですよね。うん、その失敗から学ぶことの方が大きいので、 うんだからあのうまくいくことの方がやっぱり少ないんですよね。うんそのうまくいくことに対して何をあのどれだけね失敗ができるかなのでうんそこから学べばいいかなっていうだけなんですけどやっぱりそこに感情が女性は特に乗っちゃうのでうん、うんうん、あのできなかったことで自分を責めちゃったりとか自分 悪いいんじゃなかかとかね自分があのスキルがないんじゃないかとかなっちゃうのでなのですごくね辞められたりとかも諦められたりとかもったいないことになっているので、うん、そこはちょっと切り離していただいてどん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 失敗してそこから学んで受け取って改善して成功するっていうところぜひ体験してほしいなと思います。ね ね、まあ、そうは、僕らもこうやって言いながらも、同じように思って、同じことをこうやってね。思うことあるんですよね。二人ちゃんも多分、あるよね。あります、あります。だって、もう、うまくいくと、ことの方が、本当少ないので。うん。でも、その一っ いうことがねあの結構あの大きかったりするとやっぱり目立ったりはするけど、うん、うん、でもそれまでにいっぱいなんかい,いっぱい,い,っぱいちっちゃい失敗がいっぱい多いので、うんうん、そうですよね。うん、本当にそうですね。うん、えー、今の私にとっては支えてくださる方の存在が大きいですと。素晴らしい。ね、素晴らしい、うん、はい。まあ本当にあのメンターとも言いますしね。やっぱり目標とも言うし、まあ、うん。うん 仲間ということもね、いるし、まあいろいろそのプラスのエネルギーを持っている人のうん、うん、まああの環境に身を置くっていうのはこれ大事だと思いますけ、ね、本当そうですね。うん。うん、えっ、ー、と続けた人だけが何かを成し遂げる、うん、まさにそうだと思います。私はほぼ前向きで生きているつもりですが、うん、結果が出出ない中続けるのはまあまあしんどいですけど、ねうん。本当に、うん。<laughs> うん。 ほぼ前向きで生きてるつもりですが、結果が出ないか、<laughs> それはあれですね。今のしおりさんもそうですね。迷子になりますってことですかね。<laughs> うん、まあまあしんどいわね。うん。そう、本当そうですよね。うん。これね乗り越えるのが本当にねやっぱりうん考え。 もう何度もお礼かけたことはありますので、うん、でもやっぱりやりたいんですよね <laughs> やりたいからもうどうしても続けるっていう感じですよねなんかもう自分の中ではやりたくないという気持ちになることもあるんやけどうん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 そう、うんうん、や,やけどあのなんかろうそくの明かりと一緒でもうこの明かりを消しゃれと思う時あるんですよ。うん <laughs> だけどこの明かりをもう消してもいいっていう自分もあるけどうん、うん、この明かりによって、うん、なんかありがとうって言ってくれてる人が2人でも3人もおったら消せないよね。なんかわかりますよ言ってること。誰もこんな僕の明かりなんかいらないって誰もいらないって言われたらもう自分の好きなやるかからんけど <laughs> <laughs> まあ要はそういうこともあるんですよね。うん、ねだからです、ねうん、その結果っていうのは。 何を結果何を結果にするかにさっきも言いましたけど大きな結果ねえあったらそれだギャップあるわね誰でもねうちょっとずつ積み上げるというねあの今もう野球やってる大谷選手なんかでもそうですやすみません大選手でもバッターね何割何分って知ってるあれ意味わかります打席に入って2割とか3割とかね もう2割とか3割打つだけでもすごい選手なんですよそうしねそこへ行くまでのプロと言われる野球選手でもその100球打ってもそんなんやからねそれはそれは失敗が多いわけですよ <laughs> み,んなみんな僕らから言う失敗っていううまくいかんのは当たり前なんですよそういうの思うとマグ、うん、れでもうまくいったらめちゃくちゃうれしいじゃないですかその感動があるから、まあ、やめりんなんのですよね。 あうんまあ、だからさみさんもまあまあしんどいけどそのまあまあしんどいって言ったまた笑い飛ばすんやんから <laughs> それでいいんです、はいもうもうね。笑ってごまかすっていうねもうみんなそうやってるんですよあるし、ね。ほ、うん、うんうんね、で一人になって寝る時になったらまた不じ理不条理不ってこうなってでまた朝起きてなんかに職場行ってみんなとこう笑い顔を見てるといや頑張らなってなるんですよだから、うんうん、孤独にならんことですよまずは。 ね、あ本当ですね、うん、そうやっぱりあの孤独になったらねどんどん自分を責めていくからねうううん、うんんたまにあの僕も思うことほんまにありますからねそんなもんね。ほ本当はもうやりたくないと思ってるのかもしれないと思いながらやめてしまうの <laughs> <laughs> その気持ちそれはそういうことですよ。ね いやー素晴らしい、でも続けることって本当にすごいですよね。それ、ね、そうでだけでもすごいと思います。うんねうん まあこうなってきてあの流れ的には本当はもうやりたくないと思っているのかもしれないと思いながらやめてしまうのをもったいね,、うん、ね応援してみてほんでもう少しもう少しずギリギリ続けていますそのギリギリ続けていますっていうところで今、うん、90歳になったらどうしますかって言った時にそれでも9十歳まで続けるっていう人もいるし、うん、<laughs> ねもう60ぐらいでいやもうここまでやってきたからもういいって潔くバンとやめる人ももちろんいてるんですよ。だから、うん うん、これをずっと行かないかんってことでもないんだけど、タイ、うん、ちゃんの言うてるのは多分、うん、もうあと一歩ってもったいないところで逃げてやめてしまうと、結果が出るとこやったのにみたいなね。それが分から、ね、すかうん、ねうん か結果の出るスピードはね人それぞれだからうなん,うーんかかる人もいればね本当にすぐ出る人もいるのでそこはもうあのー、全然その比べるところじゃないんですよね、うん、人と。うん、うん、だからそれぞれ違うから、うん、だけれども結局続けた人っていうのはあのー、それを乗り越えて続けた人っていうのはやっぱり違う景色が見れるというか。 だからやっぱりそれね、はい、頑張ってほしいなと思います。はい。共通して言えることってあのこう自分が結果出てない時って自分のいい魅力っていうものとかストロングポイントっていうものを、うん、にふさわをしている人が多い。うんうん,うん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 。な,なんかねなんかあの結果出ないじゃあすべてがあかんと思ってる人が多い。うん、ああそっかそっか。うんそそんなんないです、うん。あります。 うん、こ一つの大きな結果って何って言った時に、まあ、仕事の何かこう、うん、え結果をこれを何とかしたいっていう仕事もあるば分からんけど、うん、別に仕事だけじゃないですよね結果って。いうののも一つの結果よね、うんうん、だから家庭がうまくいってて仕事がうまくいってなかったとしても、うん、家庭うまくいってるやんっていうところに自分を持っていけば自分の魅力とか笑顔に救われてるのがいっぱいいてるんだよってこと分かるわけ。 もう、ま,まさみさんなんかね、もうまさしくね、自分もしんどく頑張ってるんかわからないけど、うんうん、その笑顔とかに、みんなにすごい、みんな,じゃないあの、要は、そのまさみさんの笑顔に、いっぱい、すがれてる人がいっぱいいてるってうこと、気づかない。ど、うん、ちらに自分のやっぱり、そのポイントを持っていってね、結果っていうものばっかり見やんと、うん、やらないと、うん、それが力になっていくと思うんでね、うん、う自信持ってやってください。僕は今、間違いないから。 <laughs> うん、本当ですね。はい、本,当本当に、本当に。えー、つながりを持つときに気をつけていることはありますかってきましたよ。つながりを持つときに気をつけていることはとああ。なるほど。でも、あの、やっぱりですね。えっ、ー、と。まあ、これご縁だから、あの、すべて。すべてね、どんな人でも、ご縁があって。なんか。 自分がちょっと合わないなっていう方だとしても、そこから受け取るものっていうのはやっぱあるので、それも一つ大事なんですけど、やっぱり長くま繋、あ、がっていくとか深く繋がっていくっていうのは、やっぱりこう自分と感覚が合ってるとか、まあ一緒にいて、えー うん、そうですね。同じ方向を見れるとか、うひ、ん、でさんなんかもう特にそうなんですけど、やっぱりあのね、元気が出る会のみんなのメンバーのやっぱエネルギーってすごく、うん、いいエネルギーを持った人たちばかりが集まってる素晴らしい会っていう、本当に行ったら居心地がいいので、うんやっぱりそういう、こう、 あの学び合える環境であったりとか、うん、お互いにいいエネルギーを感じる仲間であったりとかそういったところを選んでやっぱり長く続けるとかあのつながりを深く持つっていうところはやっていきたいなって思っていますね。うん、あんまりその、うん、なん,かななんか誰でもいいからつながるっていうよりはそういうところをちょっと大事にしたいなって私は思ってますね。はい、ありがとうございます あの、元気の出るがいまで言っていただいて、ありがとうございます。<laughs> いや、本当に素晴らしいのでいも、うん、いついや、ありがたいね、うん。特に女性で頑張ってる方々に向けてね。うん、うん、何か最後に。あれば言ってあげてください。うん、メッセージというかな。はい。はい、ありがとうございます。はい、私も本当に過去、いろんな経験をして、いろんな悩みを抱え。本当に辛い。 経験もいっぱいしたんですけれども、うん、でも諦めない。もう本当、でもね、病気した時は私一瞬本当に諦めたというか、人生を、うん、もういいかなって思った時もあったんですね。うん、まあ、もう一生懸命今まで頑張ったから、もう大丈夫かな、私の人生って思ったこともあったぐらい、本当にそんなことも思ったこともあるんですけど、やっぱりこのね、生かされてる命、うん、もう本当にこの今一瞬一瞬を大 大事に生きていっていただきたいなと思うんですね。もうすぐ本当に時間って過ぎるので、今この瞬間を楽しむ。これがすごく一番いいのかなって思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう最後のね。締めにふさわしいというか、もう本当にね。<laughs> 鳥肌が立つようなね。メッセージでしたけどね。本当にこれはもう。あの辛い時期とかいろんな人それぞれタイミングがあるけど、うん、本当にあのそこをね。やっぱり乗り越えて。 うん、行った先に、やっぱり幸せとか、もっともっと、その感動とかがね、うん、生まれるしね。うん、まあ、今言われた通りよ、本当に生かされてるってい感じしますよ。毎朝起きるごとに、ね、で、うん、僕もね。<laughs> うんうん、ね、うん、本当に、あの、ありがとうございましたということで、素敵な時間をありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。またお会いしましょう。は,い,い,はい、ありがとうございます。失礼します。失礼します。